聖泉大学はこちらをご覧ください。ここでは人間学部人間心理学科について紹介されています。公認心理師という資格をご存知ですか？これは今年新たに誕生した心理専門職初の国家資格です。この資格が誕生したことで世の中では心の動きやケアに注目が集まっています。人間心理学科では滋賀県に拠点を置く大学で唯一公認心理師養成に準拠したカリキュラムが整備されていますので、心理学の専門家となるために必要な専門知識をしっかりと学ぶことができます。心理学の専門家を目指していない人にも心理学の知識は役立ちます。なぜなら日常生活のあらゆる場面に心が存在しているからです。心理学は日常生活に最も近い学問であり、学んだ知識は社会や地域の活動に役立てることができますよ。人間心理学科では講義で知識を学ぶだけでなく、学内外で学生主体のさまざまなプロジェクトを展開しています。プロジェクトは滋賀県の自然を生かした野外教育活動の実践や、小学生が運動遊びから気づきや成長を得られるような運動会の開催に至るまで多岐にわたります。このような幅広いフィールドでの活動によって、地域や社会で活躍するために必要なコミュニケーション力や人間力を身につけることもできます。これも聖泉大学人間学部で心理学を勉強するメリットですね。